吉祥寺アニメワンダーランドは、東京都武蔵野市吉祥寺の吉祥寺駅周辺で開催されるアニメ関連のイベント。毎年10月の第1、第2土曜日、日曜日を中心に開催されている。著名な漫画家が多く在住する他に、アニメーション制作会社が多く所在し、数々のアニメの舞台ともなっている吉祥寺ならではの特性を生かし、武蔵野市、吉祥寺の商店街。 アニメ制作会社、アニメ作家らが一体となり、1999年、吉祥寺駅開業100周年記念事業として開催された。以後、毎年秋の恒例となっている。イベントは、期間中、主に、吉祥寺アニメーション映画祭、アニメ作品上映、アニメ作家や声優、アニソン歌手らが出演する、ステージイベント、ワークショップ、物販、 おもちゃ市場などで構成される。入場料金はメインイベントである吉祥寺アニメーション映画祭は有料、それ以外は無料である。通年10月第1.2週の土、日体育の日に開催されている。毎年吉祥寺在住、またはゆかりのある漫画家やアニメーターがアニメ制作会社と協力してポスターデザインを手掛けている。これまでに以下の漫画家、 アニメーターとその作品が採用されている。吉祥寺アニメーション映画祭は、吉祥寺在住の編集家、竹熊健太郎の提唱により、少人数で制作されたアニメーション作品を積極的に評価したよをコンセプトに、吉祥寺に本社を置くアニメーションスタジオのクリエイターと共に、技術変調に陥りがちな少人数制作のアニメーション作品を面白いものであれば、 積極的に評価を与えようという趣旨のもと、2005年からスタートしたアニメ映画祭。初年度のタイトルは、吉祥寺アマチュアアニメーション映画祭であったが、2006年より現在のタイトルとなった。竹熊のほか、氷川隆介、津健ケ、ンこれらが審査員を務めている。ありがとうございます。